でしょうか、味方でしょうか。敵です。敵か味方か、カウボーイ。わかんねこれ通じる世代の人いるんですかね。私見てない可能性があるだけで、世代は世代かもしれないがわからない。どうですかね。あれですね、エキセントリック少年ボーイですね。おお、エキセントリック少年ボーイはわかるな。それですよ。あ、味方や。味方だ。味方の陣地を抜いていきますかね。リンドさんいるから、もう僕は突っ走っちゃって大丈夫ですね、これ。そうですね。突っ走っといてください。できる限り塗ります。インク管理の勉強をしよう。インク管理とは、インクがなくならないタイミングをちゃんと見計らって潜ることです。いや、あなた、そのマニューバーだったら攻めて。やっべ、来たか。このさっきから、あさかさんっていう方が強い。私苦手。特にこの人にすごいこと、というかこの人は多分うめえんどんちゃう。だから2対1は無理ですよ。こういう時は歌を歌ってね、気を紛らわせるといいそうですよ。なんか歌ってください。無茶ぶりもいいところだな。あー、どな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 。よーし、神エイム。あー、殺された。やっべ。あー、やだ。神エイム連発。僕戦闘機になった途端エイムつよつよの神なんですな。頑張っていただくんですな。エイキセントリック、エイキセントリック、エイキセントリック少年ボーイ。エイキセントリック、エイキセントリック、ほっ、エイキセントリック。実はニコニコでね、私の好きなジョジョの作品の曲がエイキセントリック少年ボーイで替え歌になってたんですよね。エキセントリック少年ジョルノという名前でジョジョソンとして上がってましたね。懐かしいな、懐かしいな。草です。素直に草です。よっしゃ、やった、勝ったんじゃないか。今日も地球が平和なのはエキセントリック少年ボーイがいるからさ。歌いにくそう。僕これちっちゃい頃狂ったように聞いてましたよ。マジで？その世代か。あ、あ、なんかギアがパワーアップした。何ついたの？僕ギアクリーニングしたいですよ。ギアはよくわからんけど、何をつけてたらいいのかもうわかってない。
おう。そのレベル。今度は敵ですかね。敵かも。敵がいいなぁ。真正面から殴り合いだ。ぶん殴ってやろうぜ。あ、このステージは割と好きですかね。もう一個のステージに比べれば程度なんですけど。やべ、敵だ。こうやって真剣になると黙ってしまう。でもどうせ僕の画面映らないでいいかっていう気持ちが全くないわけでもない。仕方ないんだな、そういう瞬間はあるよな。なんかこの辺塗られとる、気負ったんやな、知らんうちに。ずっとクゼードの友達が少しでも濡れるところを塗って、オーバーフロッシャーは洗濯機と見ていいのか否か。フロッシャーだから洗濯機なんじゃねえか。じゃ殺さなきゃ。お、投炭拒否や。殺さなきゃ。僕こそが最強の洗濯機使いということを証明し続けるのですね。洗濯機使いの座は譲りません。そしてお前はいけねえじゃん。うん、びっくりしたですよ。こうやってね、びっくりさせてね、日和らせて隙を作るんですよ。やべやべやべ、作戦が起きて。なんかいた気がする。ちょ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 、僕の陣地まで乗り込んできてるんですか、この人たち。僕の陣地は僕のものです。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、俺のもの。そうですよ、あなたのものは僕のものです。違うぞ、誰か。あ、ビビらせておけばよかった。リントさんを殺された。リントさんにやったぜ。今絶対リントさんビビらせておけば殺せましたよ。お、よく知ってるじゃない。あ、誰かに殺された。僕です。うわー、この野郎、許すまじ。オーバーフロッシャー強すぎませんか。下方修正してくださいよ。これあ、勝った。負けた。明山千春を許すな。なんでや。 何もしてないけど。でも、改善落ちしてたんですね、一人。そうですね。そしてあなたのチームの方ではあなたが一番強かったではないですか。強強の民じゃないですか。まあ僕は最弱にして最強の洗濯機使いですからね。洗濯機使えねえんだよな。バケツも使えねえんだよな。ローラー楽しい。コロコロって。ローラー使いになろうかな。なんか奇妙な名前の人がおった。あ、仲間や。味方だ。敵に苦手な人が二人おるんやが、どういうこっちゃ。でも僕がいるんですよ。そうですね、最弱にして最強の女がおる。
頑張ってくれやすよ。さあ、私は自分の陣地の周りをこうちょっと少しでも塗りを固めておこう。わお、わお、あそこに洗濯機使いがいる。くそ、バリア張られましたか。今です。よし、洗濯機使いの座は僕がいただきました。お、やりおる、やりおるマンやんな。まあその後殺されたんですけどね。よっしゃ、城を見ておらんからやで。城はちゃんと見ないとあかんねんで。まあたまたまなんやけど、敵に背中を向けるなんて武士としてどうなんですかね。そうよ、背中の傷、普通は剣士の恥やで。背中の傷は剣士の恥だ。これワンピース、ええよ。これ別にワンピースの幸福ではなかったんだよ。いやいやいや、普通に考えて武士として敵に背中を向けるなんてありえない所業ということです。そういうことですな。だって僕別にワンピース読んだことありませんもん。ないんかい。オッケー、さっきからいい感じに殺せてるぞ。インクが、ああどうし、うち殺せただけよしとしよう。あ、そうだ、マップで飛べばよかったんだ、忘れてた。危ねえ、これで飛んだらあかんです。僕いまだに飛び方知らないんですよね。マップなんかね、陣地からマップで選んでなんかピュンポンポンみたいな感じだから、そこは重要なんですよ。マップで選ぶとこまでは分かってるんですよ。よし、2枚抜き、神エイム。こうやってね、自分を褒めないと、褒めてくれる人なんていませんからね。私が褒めよう。よしよし、いい子いい子、よしよし。見てないじゃないですか。見てない。ああ負けておる。敵に内装する人勘弁して、敵に内装する人勘弁して、敵に内装しないで、こっちに内装して。あと8万くらいでランクが上がりますね。お、マジで。私は今8万8000じゃない。あ、8000か。マン、マンはクソ多いぞ。8000だった。私はあと1万ちょっとかな。ってことは私よりもランク上じゃないですか。最近始めたばっかりなのに。あ、僕このステージ嫌い。あ、敵や。敵だ。明山千春を許すな。なんで、僕は可愛すぎるからですか。そうです。まあそれは仕方ないことですね。僕は可愛いのなんてこの世の真理みたいなところありますし。可愛い子を許すな。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。